新潟小児女児殺害事件とは、2018年、平成30年、5月7日に新潟県新潟市西区にて小学2年生の女児が殺害され、線路に遺棄された事件である。概要、会社員の男系、当時23歳、は仕事帰りに乗っていた軽自動車で、小学2年生の女児へに意図的に衝突させ、 転倒した女児 A を軽自動車の後部座席に乗せた。K は電気工事士として働いており、周囲の人らからによると優しくて明るい子、という評判で、学生時代からアニメ好きの友人らと交流する、オタク、として知られていた。反面、ネットで知り合った未成年者と成功に及ぶなど小児性愛の気質もあった。A は頭が痛い。 お母さんに連絡したいと泣いたが、K は首を絞めて気絶させた。その後、海岸沿いの広場に A を連れて行った K は、A に対して下半身を触れるなどわいな行為を行ったが、A が意識を取り戻したため5分にわたり首を絞め、A を殺害した。A の死体を自宅に持ち帰った K は、A の死体への性的暴行を行った後、 JR 東日本越後線の線路内に A の遺体を行き22時30分ごろに走行した普通電車にその遺体を歴化させ頸部を切断させた同年5月14日 K は A への殺害容疑で逮捕その後 K は殺人罪だけでなく A への歪説略種強制歪説致死死体損壊死体行き 電気車往来危険の罪。別の女児のポルノ画像を所有していた児童ポルノ禁止法違反で起訴された。第1審、新潟地方裁判所。2019年11月8日、新潟地方裁判所にて裁判員裁判による初公判が行われた。K は A にわいせつ行為をしようとしたことは認めたものの。 黙らせるため気絶させようと首を絞めた、など犯行の計画性を否認。また、証人として被害者 A の遺族が立った際、事件から裁判まで K からの謝罪が一切なかったことが明らかになり、死刑でも家族の気持ちは収まらない、と述べていた。11月22日、検察側は自分の性的欲望を優先し、 被害者をものとしてしか見ていない、まれに見る悪逆非道な犯行で、生命軽視の度合いは甚だしく大きい、として死刑を求刑。一方、弁護側は殺意と歪説行為を否定し、傷害致死罪を主張して決心した。12月4日、刑の犯行が極めて悪質であることを認めながら、 遺体を線路に遺棄した行為が殺害行為には当たらないなど、死刑には慎重さと公平性が重視されるとして、無期懲役の判決になった。この裁判では、判決後に裁判長が刑に、被害者には一日に何度でも謝罪し、土下座してほしい、と発言するなど感情をあらわにする場面があった。また、裁判員らも、個人的には遺族と同じ気持ち。 基準を見直していかなければならないのではと無期懲役判決の妥当性には異論がある発言を判決後に起こったその後被告検察の双方が判決を不服として東京高等裁判所に控訴した控訴審東京高等裁判所2020年9月24日に東京高等裁判所で控訴審の初公判が第二刑事部 大前文夫裁判長のもとで開かれた。検察側は無期懲役とした一審、新潟地裁判決19年12月は著しく不当とし、改めて死刑を求めた。弁護側は有期懲役が妥当とした。控訴審で検察側は、被告刑は女児を連れ去ったことの発覚を防ぐため、少なくとも5分以上、 首を絞め続けたとし、強固な殺意が明確に認められると主張した。弁護側は、首を絞めたのは気絶させて静かにさせるためで殺意はなかったと反論。無期懲役は重すぎると訴えた。2021年3月1日では、司法解剖を行った医師が検察側の証人として出廷した。 一審は首を絞めた時間について認定しなかったことに対して、医師は一審判決には法医学的に誤りがあるとして、少なくとも3分以上、あるいは4分以上首を絞めたと強調した。2021年9月30日には、K の被告人質問が行われた。K、は警察 検察双方の取り調べの時点ではわいせつ行為を認めていたが、後半で否認に転じた理由について、警察官から動かない証拠があると言われ続け、行為があったと信じ込んでしまったと説明。起訴後に弁護人から指摘され、やはり私の記憶とは異なると思ったと述べたまた。 法廷には被害者参加制度を利用して公判に出廷した女児の父親に、一生かけて謝罪し、償い続けます、と土下座した。決心、2021年12月16日に開かれた弁論で検察側は、刑には犯行時強固な殺意があったと主張し、一審同様に死刑を求刑した。これに対し、 弁護側は、有機刑が相当と主張した。被害者参加制度を利用して意見陳述を行った被害者女児の両親は、改めて刑を厳罰に処すよう求めた。判決・控訴規二2022年3月17日に開かれた判決公判で、東京高裁・大前文雄裁判長は、 一審の無期懲役の判決を指示して検察側と弁護側双方の控訴を棄却した。帰国は上告、検察は上告断念、弁護側は有期刑が相当として、2022年3月22日に上告した。一方で、2022年3月31日、東京高等検察庁は、判決内容を十分に検討したが、 適法な上告理由が見いだせなかったとして上告を断念することを明かした刑事訴訟法の規定により死刑が言い渡される可能性が消滅した後書きスーツ姿の小林は特に表情を変えることもなく淡々と判決を聞いて退抵していきましたむしろ節油する裁判長が泣いていた反省は伝わってこない 女児に土下座してほしい、などと詰まりながら語り、裁判員たちも被告をにらみつけているようでした。小林は下校中の女児に車をぶつけて車内に連れ込み、わいせつ行為をした上で殺害。JR の線路内に息して電車に引かせた、などとして、殺人や強制わいせつ致死罪などで起訴された。小林は後半で、 首を絞めたのは静かにしてもらうため、などとして殺意を否認。事件の詳細を問われても、ほとんど覚えていない、などと交わしてみせた。裁判長もこうした態度に、最低限の償いは真実を述べることだ、と異例の問いかけを行ったという。法廷でさらに明らかになったのは、小林の幼い女の子に対する性的な執着心だ。 被告側は、女児の首を絞めた理由として、ネットで知り合った未成年とセックスした際に求められたことがあった、などと説明。女児を殺害した後はなお性欲が収まらずローションを購入、お湯で温めるなどして死後の女児を療辱した。携帯では、女体博物館、線路飛び込み、などのワードで検索し、 その数日後にもネットで知り合ったジョジに、セックスしようと持ちかけていたという。ジョジの母親は、この男が娘を触ったかと思うと、検察官は、悪逆非道と強く非難して死刑を求刑。だが、被害者が一人で、計画性が認められなかったことなどから、過去の判例をもとに無期懲役の判決が下った。 判決後、裁判員らは、個人的には遺族と同じ気持ち、基準を見直していかなければならないのでは、と苦悩を率直に語った。小林の母親は法廷で、死んでお詫びするしかないと思った、と取り乱し、女児の母親も被告を前に、この男が娘を触ったかと思うと頭がおかしくなりそうだ、と怒りに声を震わせた。女児の父は、 人間として最低限のことが欠落、と小林を非難。終わってみれば小林が感情を見せたのは最終陳述の時くらいでした。罪を償う、と涙声で頭を下げていましたが、節油の通り、心からの反省とは伝わりませんでした。判決後、女児の遺族はこうコメントを出した。 被告人がこれからも生きていく理不尽は納得できない。加害者に寛大な司法に憤りを感じている。この男が反省する日は本当に来るのだろうか。